皆さんどうもこんにちは。今日はですね、共通テスト日本史のここは気をつけておこうというところを私ケヨセパンダがお伝えしていきたいと思います。90点以上獲得する上での壁となるような分野はどこなのか、それを伝えていきますね。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよと、そう思っているそこのあなた、分かってますよ。何を考えてるか、あんた一体何者なのかな、そう思ってますよね。それについて一応お答えしようと思いますね。私はですね、日本史のね、センター試験、これを2回もね、90点超えを達成したね、慶応生ですね。まあ、日本史の勉強の仕方とか、あとはね、センターに対しての取り組み方、これに関してはね、僕は自信があるのでですね、ぜひね、参考にしてみてくださいと。じゃあ、まずはじめにですね、どこで一番迷うか。一つ目はですね、文化史ですね。文化史で皆さんね、点数を落とします、結構。なんでかというとですね、結構ね、定期考査とかでね、まあ文化史は適当でいいかなって流しがちなね、ところだったりしますよ。そしてね、それが蓄積して、全然覚えてないってことが起きますよ。例えばですね、江戸時代の藤原製菓って何した人ですかって言われたら、答えられますか？そしてですね、まあ、例えばですね、近現代のですね、新市長派に所属してた、ね、芥川龍之介、この人が何を書いたのとかね、その辺がきっと、地に入ってないと答えられない問題とか出ちゃったりします。心落としたりします。これをね、なんとかしなきゃいけないですよね。はい、これが一つ目です。じゃあ次ですね。次はですね、戦後史ですね。はい。戦後史はですね、なんでこれね、苦労するか。まあ当然ながらですね、全然やってくれないからです、学校がですね。現役生は特に苦労します。なぜかというとですね、もう本当にギリギリでやられるでしょ、戦後史ってね。だからね、あんまりね、かっちり頭に入れる余裕がないわけですよ、勉強するね。その頃にはもう過去問演習とかもちょっとやっててね、もう戦後史をね、新たにガチガチに入れるっていう暇はありません。でも結構出てしまう、このね、もう大きな矛盾を、なんとかしなければいけませんよね。例えばですよ、東京裁判ってどんな裁判なのとかね。あとはね、プラザ合意ってどういう合意なのとか、この辺困ると思いますね。はい。はい、とまあね、この辺が不安でしょうと。じゃあね、どうやって対策するのか、それちょっと疑問ですよね。お答えします。私、慶応生パンダがですね、山川日本史にのっとって、非常にかっちりとした解説を12月末までにやっていきます。特に文化史と戦後史です。この2つ力入れてやっていきます。ぜひね、今後ともご視聴ください。はい、まあ今まで通りね、歴代内閣シリーズももちろんやっていきます。でもですね、2回に1回はですね、戦後史とか文化史を挟んでいって、きっちりとね、共通テスト対策になるような動画をね、作っていきますので、ぜひともね、ご視聴ください。よろしくお願いします。以上です。